はいどうも皆さん、キヨです。いやいやいや、お久しぶりですね。しばらく動画はちょっとサボってましたね。なんせ競艇と競馬に夢中になりすぎてまして。いやいやいや、早速ですが、今日はね、VTR250 に僕は乗ってるんですけど、まあ、街乗りはね、正味最強なバイクだと僕は個人的には思ってるんです。1速2速3速のこのパワーが半端なく良くて、ただね、高速道路はどうなーっていう声が結構多いんで、たまたまね、今日はちょっとツーリング行くのに高速乗るんで、その辺の検証動画を撮っていきたいなと思ってます。まあね、この VTR250 っていうバイクはね、値段がとにかく安いんですよ。なのでね、これから VTR250 買おうかなと思っている方とかね、ファーストバイクには持ってこようと思います。その辺のね、動画もこの内容に入れてね、撮っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。まあほんまね、この VTR250 はええバイクですよ皆さん。まずね、まあ皆さんどの人も言うと思うんですけど、エンジンが強い。本当に壊れない。バイク便で使われまくっている理由が分かるっていうぐらいね、ほんま、なんやろね、株の次ぐらいに強いんじゃねってぐらいエンジン強いですね。あとね、燃費もね、めちゃくちゃいいですね。だいたいタンク何倍やったかな、13、14ぐらいやったかな。で、350ぐらいは走るんで、全然いいですね。ツーリングには持ってこいのバイクやと思います。ただね、5速ミッションってことで、街乗りとかね、ほんまにすごい乗りやすいんですよ。パワーもあって、機敏に反応してくれて。高速道路どうなんっていう感じですよね。もうちょっとしたらね、これ目の前にあるこの、三原北から上がって、ちょっと検証していきたいと思ってますんで。まあ、しかし今6月なんですけど、ええ時期になりましたね。バイカーには持ってこいの季節ですよね。ちょっと昼間は暑いな、中ぐらいの方が。もう梅雨明けたら悲惨ですわ、これ。厳しい厳しい夏が待ってますわ。さあ、行きますせー。まあ、加速に関してはね、文句なしだと思うんですよね。問題は上ですよね。どうなーんっていうね。さあ、合流ですよ。ちょっとアクセルをひねって。合流、どうでしょう。スムーズに行ってくれればいいですけど。はい、ミラー見て、ミラー見て。あ、オッケー、オッケー。今のところまだ全然スーッと伸びていってくれます。この辺でちょっと右に出たいんですね。右に行きましょう。うん、どうですか、いい感じちゃいます、流れに乗れてるというか。ただね、これ VTR あるあるなんですけど、あるあるなのかな、僕はたまにしちゃうんですけど、高速乗って、やっぱ5速なんで結構引っ張るんですよね、トップ行った時に。で、ああ、もう1個上げなあかんなーと思って、こう上げると、5速やったわ、みたいな。その辺がね、ちょっとやっぱこう、スピードを出してくると、物足りなさを感じる部分もあるかなとは思うんですけど、どうですかね。正味そんな出しまくります、スピード走ってて。まあたまにね、なんかもう弾丸ビューンみたいなのをたまに見ますけど、まあ命が惜しくないんやろうなと思いながらね、普通に走る分にはね、全然問題なく走れますよ。まあ法律上ね、出したらあかんのでしょうけど、110ぐらいまでは結構頑張って、うーんって感じで出ます。あ、でもそんだけ出たら十分ちゃうかなとか思うんですよね。ちょっとあれやったらこう抜いてみましょうか、前の車を。
右車線に出ますよ。はい、ひねります。はい、ぐんぐん加速、ぐんぐん加速。追い越しもね、割とある程度やったら全然このようにできますよ。いや、VTR A バイクやと思うんですよね。あのね、検討してる方ね、ぜひおすすめしたいですよ。このように高速道路も全然走れますから。まあね、ちょっとね、車体がスリムなんで、僕みたいにあの大きい人が乗るのはちょっとこう、もしかしたら見栄えがよろしくないかもですけど、でも乗ってしまえばあんま気にしないです。よく言われるのがね、この足元が狭く苦しいとか言われるんですけど、僕も足が超短いせいか、あんまりそこも気にはならないかな。まあどうしてもね、ひいきしちゃいますよね、乗ってるバイクなんで。あー、でもええバイクですよ。まあそれにね、弾数いっぱい出てるんで、部品とかね、あとはパーツも割とたくさん出回ってるんで、おすすめですよ。いいですよ。さっきみたいにね、追い越しも全然できますし。まあでも、あれかな、新東名とかね、確かスピードの上限がだいぶ高かったはずなんで、あの辺走るにはちょっと物足りひんかもですね。おお、やっぱ大排気量は余裕がありそうな走りしてるな。まあやっぱり排気量大きいバイクと比べるとちょっとこう劣りますけど、まあそんなね、スピード強者とかなかったら全然いいです。参考になりましたかね。こんな感じでね、これから VTR250 とちょこちょこ出してきたらいいなと思うんですけど、まあ、それからね、買うにあたっての注意点としてはね、やっぱり安かろう悪かろうがたまにあるんで、年式も古いんでね、僕乗ってるのはインジェクションのバイクなんですけど、その前のキャブ車の方もね、根強い人気があって、ただやっぱりこう状態よく見てね、確認して買わないと後々お金が結構買っちゃいますから。僕なんてこれちょうどあのコロナ禍のバイクバブルの時に勢いで買ってしまったんですよね、ヤフオクで。あ、メルカリやったかな。値段もね、まだ安いな、そのバイクバブルの中で安いなと、24ぐらいやったんちゃうかな、24万ぐらいで買って、ワクワクでね、免許も取って話し合ってね、こうルンルンで引き取りに行って帰ってきたわけですわ。なんかこう後々よう見てみると、もうチェーンは交換しなあかんわ、スプロケも変えなあかん、なんでアクセルワイヤーも交換、ブレーキ関係もあれしましたし、タイヤもね、交換も入ったし、結局結構お金かかりましたもんね。だこのバイク買う際にはね、ちゃんとこう確認して、できればバイクの知識ある人と一緒にね、確認とかしに行った方がいいと思いますよ。まあでもね、やっぱ肉そい子ほど可愛いとはよう言うたもんで、いろいろこうお金かけて直していくうちに、どん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 愛着湧きまして、今やね、AI 棒ですわ。このね、バイクに乗ってへんかったら行かへんとことかもうめちゃめちゃ行きましたしね、不思議とね、バイクやったら行こうかなと思うんですよね。僕大阪住みなんですけど、まあ例えば伊勢神宮行きましょうかとなったら、車やったら 120% もう高速でバッシャーン行きますやん。ところがね、バイクやと下道で行こうかとなるわけですわ。これがまた気持ちいいんですわ。あんま苦になれへんというかね、まあ、不思議な感覚ですよ。ツーリングでうまいもん食いに行こうかって遠方まで行くでしょ、車やったら行かへんもん。
もう地元で食うもん絶対。それがバイクやったら行こうかーとなるわけですわ。これね、今ちょっと迷ってる方ね、例えば僕も免許取ったの遅かったんですけどね、年いっていや今更そんな始めんのもなーとか、教習所通うのもなーとか、ぜひ行ってほしい。この年になって教習所で達成感ね、ハンコもらった時のあれがまた嬉しいんですわ。何でしょう、普段の何もなかった退屈な日々に刺激が始まるというかね、ワクワクするんですよね。ツーリング行ってもね、やっぱストレス発散にはもってこいですし、ぜひね、今迷ってる方はバイクの免許取りに行くなり、バイクを買ってツーリングライフを楽しんでほしいと思ってます。まあね、その方たちのね、少しでもこう参考になる動画が撮れればいいなみたいな。まあ言うてチャンネルの内容がもうブレまくりなんですけどね、祭りやったり阪神ファンなんで阪神あげたりね、バイク動画はちょこちょこしかあげれないですけど、仕事の都合上バイクのことを楽しみにしてるとは気長に待っといてください。まだね、競馬協定も今年は頑張るんで、なんとか帯取りたいなーってな感じですわ。まあこんな感じで高速道路どうなんっていう動画ですけど、全然問題ないです。これはあくまで僕個人的な意見です。本気でね、バイク多分昔の人とかはいやいやもっとガン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 攻めたいねんとかあるかもしれませんけど、まあ、命あってのねバイク人生なんでね、無茶せずスピードもあんまり出しすぎず、ゆっくりゆっくり楽しみましょう。ということで今日は VTR250 高速道路どうなんでした。それではありがとうございました。またね、バイバイ。